雄一がコロンブスレコードと契約して5年が過ぎていました。エール、再放送もいよいよ最後の週になりました。今週から人気のあった第13週スター発掘オーディションです。いわゆるスピンオフですが、コロンブスレコードからレコードデビューするのは誰か、熱い戦いがありましたね。その中心人物が久志、そして最大のライバルのミュージックティーチャー三田来、この二人の戦いが面白かったです。再放送第62話のお話は、オーディションのお話から少し離れて、久志がどうして音楽を志したのかのお話です。哲夫が営むおでん屋で、久志は雄一と哲夫に小学校時代に自分が音楽の道を歩き出すきっかけとなった出来事を語り始めました。それは雄一と出会う前のお話、久志にとって忘れられないお話。大正8年、1919年の福島。両親が離婚し、父の再婚相手、玲子に彼はどうしても馴染むことができずいて、悩み思い詰めていた久志は、生みの母が暮らしている町に足を運びました。しかし、彼はとても辛い現実を見ることになります。母の新しい家族との幸せそうな姿を。久志は母からの手紙を破り捨て、自宅には帰らず学校に行きました。教室で一人寂しく落ち込んでいる久志を励ましたのは、藤堂先生。藤堂先生は音楽の授業で久志の歌声を聞き、彼の才能を見抜いていました。落ち込む久志に、藤堂先生は歌を歌わせ励ますと、彼は少し元気を取り戻したようです。そして自宅に帰ると、とても心配していた新しい母をお母さんと呼びました。第62話はこのようなお話でしたね。思い出すと少し泣きそうになるお話です。いつもは強気で悩みだのなさそうな久志ですが、幼い頃はとても辛い経験をしていたのですね。大人の都合で犠牲になるのはいつも子供。そんなお話でした。しかし彼にも音楽があったから笑顔になれたし、前に進めたのですね。彼も早く雄一のようにプロの音楽家として世に出ていければと思います。そして第61話のお話は、時は昭和11年、雄一がコロンブスレコードに入社して早5年が過ぎ、雄一はご当地ソングや球団の応援歌などを手掛け、安定した収入を得ていました。元阪神タイガースの掛布さんが出演していましたね。最初は誰だか分かりませんでした。多分ほとんどの人が分からなかったと思います。少しお太りになられていたかな。仙台のご当地ソングの現在のマスコットガールでしょうか。雄一、その子たちと一緒に記念撮影をしているとき、満面の笑みがこぼれていましたね。さらに、できた写真を見て鼻の下を伸ばしていました。雄一、本当に女性が大好きです。だけど音は見抜いていましたね。そんな素振りを見せない雄一から、女性と写った写真だけを持っていきました。まあ音だけではなく、女性は男性のそういうところはちゃんとわかるものです。男の人ってこういうことはとっても下手ですから。
わからないふりをしているか、あとはどうでもいいか。雄一のようなわかりやすい男性に気がつかないはずがありません。そんな雄一は廿日市から、君はずーっと低め安定なんて言われていましたね。うまいことを言います。コロンブスレコードが社運をかけた、コロンブスレコード専属の新人歌手オーディションを開催するようです。雄一はそれに選ばれた人の曲を作ることを任されました。そんな低め安定の雄一に社運をかけた大切な曲を任すのもどうかと思いますが、雄一は哲夫のおでん屋で荒れていましたね。どうせ僕は低め安定だよ、と。彼はレコードが出せなかった頃のことを忘れていますね。低め安定でもレコードが出せてるから今はまだマシです。そこへさらに荒れている久志が登場。後輩が歌手デビューしたと。久志も久志で向こうから声をかけてくるのが当然とばかりに。それで音楽学校を卒業して4年経ってもデビューできていませんでしたね。プライドが高いから。そしてプリンスと呼ばれた頃が忘れられないようです。サンバガラスは居酒屋で流しを始めましたが、プライドの高い久志は居酒屋でオペラ。さすがにそれは現在でも通用しません。新手のお笑いかと最初は思ってしまうかも。やはり通用しないと分かって、船頭かわいやを歌いましたが、うまいですね。拍手喝采でした。そこで子供からもらった一銭。父親は明日も頑張れる。子供はかっこよかった。プロの音楽家の歌はどれだけ聴いてもらえる相手の心に伝えるかなのでしょう。久志は子供からもらった一銭を握りしめて、コロンブスレコードのオーディションに参加することを決めました。これで久志は歌手、雄一は作曲家、哲夫は作詞家で福島サンバガラスの指導、なんて簡単にはいかず、久志の前には強敵が現れるのですよね。ミュージックティーチャー見たらい。彼と久志が対決することになるとはとても面白いお話です。再放送ですが、もう一度見たいエールの一つのお話ですね。次回も楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。